お時間になりましたので、次のセッションに移りたいと思います。本日最後のセッションになります。続いては、伊沢コーポレーション伊沢秀也さんのセッションです。美濃地区のリブランディングセラミックバレエ美濃構想と伊沢コーポレーションのプロダクトとサービスの取り組みについてをテーマにお話しいただきます。えっ、ー、と、本セッション、えー、jbf の堀田も一緒に登壇しますので、よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。えー、じゃ、伊沢社長、本日最後のセッションということで、はい。 バイタリティーあるプレゼンを <laughs> <laughs> ぜひお願いいたします。はいで今日はあの美濃地区のリブランディングということであの、まあ、後ほどあの会社の概要も触れていただきたいと思いますが最初にあのセラミックバレー構想というところから、えー、プレゼンを始めていただければというふうに思いますので、えー、伊沢社長よよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、じゃあ始めさせていただきたいと思います。 今、我々岐阜県の東野地区美濃焼の産地自体が多治見市、土岐市、水波市そして蟹市と4市にまたがって広域を一つのブランディングにしていこうという運動が始まってます、それを今、セラミックバレー構想というふうに呼んでますのでその件について説明させていただきたいと思います。 あふたさんもう一個前にちょっと戻ってもらっていいですかすみませんはい、えー、セラミックバレーミノ、えー、構想っていうのはミノ、えー、焼の産地とその文化をリブランディングして、えー、産業地域を活性化し,していく取り組みということですお願いしますで全部出しちゃって大丈夫ですか<の>はいもう全部出しちゃって大丈夫ですかはい大丈夫です、えー、この、えー、セラミックバレー ジャパンというロゴマークですけどもこの旗印自体はクリエイティブディレクターのデザイナーの佐藤拓さんにデザインをお願いしましたでこの赤い部分が見えない円の端という形のコンセプトになってましてその中に地域の幼業もしくは商社飲食店 えー、またあ、タイルメーカーそしてし最後は市民の方々も含めて1つの縁の中で、えー、に入って、えー、民間主導のもとに、えー、同し的結合を作って、えー、この地域を盛り上げていこうという、えー、活動です。で行政の方には側面からサポートをお願いしていくという形で今、取り組みが始まっております。お願いしますで この、えー、セラミックバレエ、えー、ミノという、えー、産地を紹介するイメージビデオが、えー、できておりますで我々の産地自体は、えー、もともと東海湖と呼ばれる、えー、琵琶湖の6倍の湖の下にありましたでそのストーリーも、えー、含めて紹介されてますのでご覧ください500万年前ここは大きな湖だった木の葉が積もり草花が重なり 100年かかって1センチの土ができた風が岩を削り雨が石を砕き1,000年かかって1センチの砂ができた川はそれらを大きな湖に運んだ水の底でプランクトンが折り重なり1万年かかって1センチの泥ができたやがて湖の水が消え 巨大な谷になった木々が生い茂り森となりやがて人が住むようになった人々はこの谷を「ミノと呼んだそして土の器を作るため一つの炎が上がったやがてこの巨大な谷は世界で最も大きな焼き物の里となった 生活の器から芸術作品まですべての焼き物がこの谷から生まれていくさあ今この奇跡の土を一万年の時を燃やそうこの土を預かる者としてさあ今この大きな美濃の谷に炎に炎を重ね一万年の時を燃やそう この炎を託されたものとして。めちゃめちゃいい動画ですね。ですよね。<laughs> 今見ていただいた中に、まあ、キーワードがいくつか出てきたと思うんですけどもその中で「あの奇跡の土土を預かるもの」「1万年の時を燃やそう炎を託されたもの」「最後に感謝を込めて」というふうに出てきましたでこの「感謝を込めて」という最後のキーワードをあのセラミックバレーの、えー、大きな、えー、と柱として、えーまあ、あの理念を形成しております太田さんお願いします 1> で1つは人への感謝、で2番目に、えー、炎への感謝、で3番目に土への感謝という形で、えー、この3つの感謝を込めて、リス,リスペクト・ホー・ザ・ミノという形で、この地に生きるすべての人とものに感謝をして、地域や環境への敬意を払って、えーえー、活動していこうということになっております次お願いします。 じゃあどのようにして、えー、地域をブランディングするのかということで2つの、えー、方向性を考えています1つは、えー、トゥーミノーあごめんなさいフロームミノ、えー、もう1つがトゥーミノーという形でフロームミノは、えー、ミノより発信基本的には地場産品の販売でトゥーミノーに関してはミノへの誘致、えー、産業観光の活性化という形のこの二軸でブランディングをしていこうという、えー、戦略になっております次お願いします どののようにブランンディングするのフロームミノですねで。これに関しては地場産品販売と陶器、えー、タイルの、と食の、えー、発信という形になりますので、まあ、今考えているのは2つ、えー、展示会と,あとふるさと納税この2つを使ってまずは発信していこうということです。 でまあ、海外の展示会に、われわれのセラミックバレーと呼ばれる、何でもできるえこの産地のこの技術を使って、環境軸で世界にプレゼンにしに行こうということで、例えばメゾンエボジェだったり、あのドイツのアンビエンテだったり、あとミラノ・サロネ、もしくはえニューヨークの,の IFF の展示会だったりっていうところに、この環境を伝えに行こうということが、まず一つ。 ですであと、まあ、ふるさと納税も、えー、地域ならではの食と器、これを、まあえー、コラボレーションさせた、えー、商品を多く、あのー、開発してです、ねえー、日本の方々に発信していこうというような事例です。 でもう一つ、えー、トゥ・ミノのほうですねで、こちらの方は産業観光活性化ということですので、世界中、日本中から、えー、ミノに来てもらおうということです。 1で一つ大きいのは、えー、国際陶磁器フェスティバルミノでこれはあの3年に1回、えー、陶磁器の、まあ、いわばワールドカップ的な、あのー、見合いにもなりますから世界で、えー、今行われているところで言うと今までは4つありましたただ今減ってきているのであの基本的にはこの国際的な陶磁器フェスティバルというのを、あのー、世界ナンバーワンの展示会をあ展示会ごめんなさいフェスティバルを、えー、ミノで、えー、開催し。 してていってますでこ今回で第12回目になってますので,でこのスバル自体をもっと、えー、内容の濃いものにしていこうという活動が今始まってます。これ2021年にやるんですかはい。であの去年本当はあのあ今はもうされてるはずが来年今今年の9月ですね。にあのリスケになってますコロナの影響ですね。でえー、っともう一つは、えー、食と 器と食の新たなイベントを立ち上げようということで今えこれもえ国際陶磁器フェスティバルに合わせて共催イベントとしてえ地元の若手を中心に組み立てが始まってますでそれのえリソースとして食と器とアートと体験というこの4つのえリソースを使ってイベント設計をしていきえ将来的には広域を すべての広域の内容がしっかり詰まった形で世界に発信できるようなイベントにしてあの世界中日本中から人を呼ぼうという活動が始まっております。でミノの強みですけども先ほど申し上げたようにあのビデオにもありましたように、えー、この東海港のストーリーこれがまず大きな、えー、強みの一つでも今までなかなかこれを、えー、使ってくることができてなかったで1300年のミノの歴史 土と釉薬の種類の豊富さ、これはおそらく世界一、えー、種類が豊富だと思います。で作家・窯元の数の多さと多彩さ、でこれに関しても、えー、強みの一つで、美味しい飲食店がたくさんあるで、立地的にも日本の中心にあるということ、この素晴らしい観光環境こそが、えー、ミノの最大の強みであるというふうに思っています。ににあるべきソフトとハードこれに関しても えー、ありまますすけど次お願いしますで構築できる潜在能力がある地域であるということですけども一つは、えー、作家とデザイナーの工房、えー、これを、えーまあ、産地中に散りばめていくいうふうにしたいと思いますのでおささん進めてください、はいえー、世界中から、えー、この環境に、えー、アーティストもしくはデザイナーたちを誘致したいということです。 でそれを、まあ、あの見せるギャラリーっていうのを、えー、数多く、えー、開発していきたいと思ってます。で学び体験でこれの体験が、まあ、料理教室だったり陶芸教室だったり、えー、そういった体験ができる、えー、コンテンツもあとまあ金継ぎ教室とかですねあの今できる環境がありますのでこれをしっかり発信していこうということです。であとはあのインスタレーションこれはあのミラノサロネのようにインスタレーションにやっぱり企業が今、えーえー あの価値を見出しているということですのでまあ今でいうタイルとか陶磁器を使ったインスタレーションまあこれ地元にあるものですけどもあの今後こういうあの部分をしっかり伸ばしていこうというのがこの4つ目ですねであとは飲食店とコラボレーションしてでこの後まあとクラフトラでも説明しますけどもあの器と食のコラボレーションによる新しい価値変化をしっかり表現したいというのが5つ目であとまあグロスアラ,ランと グローサランドですけども、グロッサリーとレストランの造語ですけども、あの地産地消のものをその場で変えて、えー、それがその場で食べれる、こういう環境も作っていきたいと思ってます。 窯泊と,というふうに書きましたけれども、あのー、やっぱり地元でまだまだ宿泊自体が十分に足りてないでこの課題を窯元、えー、に泊まれる環境を整えることによって産地ならではの、あのー、宿泊っていうものを、あのー、設計していきたいというふうに思っていますこれはト、ま、時、あ、が一番窯元が多いので時キ市で今検討しております。でえーまあ、この 基本理念を念頭に、えー、世界が憧れる美濃を国内外へと発信し続けていくことこそがセラミックバレーミノ構想に他になりませんでここまあ重要なところなんですけども焼き物を愛する人たちが世界中からこの地に集いまた我々の子供や孫たちが自ら進んでこの地にこの地に根ざし仕事をする価値と喜びを見いだしてもらえるようになれば人口減少や 事業継承の問題も自然と解決できると信じています。これが、えー、我々の今、えー、セラミックバレーの思いということになります。はい、ありがとうございます。これ非常にあの包括的な取り組みだなと聞いてて思ったんですけども、あの割とこう行政が ややもするとやりそうなテーマかなと思うんですがここはあえて民間主導でやってることの強みですとか意義っというのはあの実を言うとこの旗印自体も行政の方が最初にあの、まあ、作るっていただいたんですけども、えー、その旗印のコンセプト意味をしっかりやっぱり受け取るという意味ではあの民間が主導 主導権を持ってあのこの旗をしっかり振っていかないと、えー、この事業自体うまくいかないということに気づきましてで、まあ、その民間主導の組織を今、今月立ち上がるんですけどもそこの組織委員会をもとに、えー、広域で、えー、若手も含めてあの活動していこうという取り組みになっていますね。 では、えー、と時間も迫ってきてるんですがちょっと井澤コーポレーションさんのお話もぜひ聞きたいので、はいえー、後半戦、イザーコーポレーションのご説明をうちもじゃあセラミックバレーの中であのどういう活動をしていこうかということで、えー、昨年から、まあ、第3創業に入ろうということで先代たちはあの景品の世界で第1創業してで我々は雑、ま、貨、あ のインテリア雑貨のお店も含めてですけどもそういったものづくりをしてきましてこれでまあ去年から世界一の食文化を作るという第三創業のコンセプトのもとにえ行動指針1はおいしいをあの研究していくという指針1ですねであとえ日本のクラフトマンたちをどうえサポートしていこうかということが2番目の行動指針でまあ,あとは環境に配慮したものづくりをしていこうという行動指針3この3つの行動指針をもとに えーあのー、今お店でいうとアットキルン青山、えー、これは陶芸教室ギャラリーですけどもあとは軽量のサスティナブルな食器であとは伊沢コーポレーションの B2B のビジネスモデルと、えー、サブスクの、えー、器のレンタル事業この4つの軸にあのやっていこうということで思っております。 で先ほど言ったように「奇跡の土」というキーワードがありましたようにあの土の経緯をしっかりあの念頭に置いてものづくりをしていこうということですで今え2割から3割の土のえ量を削減して原料の枯渇問題にもしっかり取り組むべき軽量の食器っていうものを作っておりますでまあ軽量食器の3つのまあポイントですけども超軽量であとまあ ミノの最大の特徴である釉薬、和洋折衷に見せるあの釉薬のテクスチャー技術、あと収納性、あとはレンジ、食洗に対応できる素材、であとはまあコーディネートできるあの、えー、カラーコーディネートだったり、で最後にあの裏の研磨をしっかりあのダイヤモンド研磨で磨ききることによって傷をつけないというあのセールスポイント、6つになっております。 で、えー、先ほどあったようにあのクラフトアルサービス、でこれがサブスクで、えー、クラフトをレンタルしていくという新しいプラットフォームとはを作りました。でこれは、まあ、今、横にいる帆田さんと一緒にあの今、進めております。 でえーまあ、クラフタルサービスは、えーまあ、飲食店の方と交流することによって器と食の価値を高めていくなおかつ飲食の方々が、えー、器をすぐに入れ替えられる四季折々器が、あのー、入れ替えてその食の価値が高まっていくまさに、えー、世界一の食文化を作る上では必要な、あのー、サービスではないかというふうに思っておりますで、まあ、日本中の産地の方々とコラボレーションしながら あのいろんな、えー、器の出し方を研究していけるようなあのプラットフォームになってるということですね。でまあクラフトアブルという、えー、イベントこれを通して、えー、作り手と料理人が、えー、交流し新しい価値をお客様に体感していただくこういうイベントも今、えー、進めております。 でまあ先日のホテルですと、えー、ホテルレスの方ですねに出店させていただいて今あのカナリの、えー、飲食店もしくはホテルの方々から、えー、お声がけをいただいているという状況ですはいありがとうございますまあさだいぶ時間を意識して巻きで <laughs> お話ししていただいて <laughs> 大丈夫ですすいませんありがとうございますすいませんえっと あと時間が12分ございますのであのちょっとだけ質問をしたいんですけれどもあのまあ今期だ、まあ、今第3創業期にあたるということなんですが、えー、まあ今こういった新しいクラフタルとかサービスを始められていて、まあ、僕が聞くのも変ですけど今のところ手応えというかどんなあのフィードバックを得られてますすかそうですねあのやはりあのまずは、えー、まあ僕は三歩よしかなと思っているのが作り手に対してもやっぱりこうプロモーションにもなりなおかつ あの今度え料理人に対しては新しいキャンバスを常に与えられてあの使われた料理人の方はすごくこう試されてるというか興奮するという話も聞きます。であとまあそれをつなぐ我々にとってもあのすごいあのそこの情報の部分では交流させるというあの価値が見いだせてるということで今までになかったえ価値が作れてるかなというふうで。 まあ順番に今、ユーザーのお声も評価も上がってきているのであの時間はかかることになるとは覚悟してますけどもこれは広がっていくべきサービスかなというふうにありがとうございます。 といったところで、残り、えー、ジャスト1分ということなので、最後にあの、えー、今視聴している皆さんにこう伊沢コーポレーションとして、何かこうコラボレーションしたいです。とか、あのこういうことをやっていきたいみたいなメッセージがありましたら、締めくくりとしてぜひお願いします。はい、あのー、まあ、うち伊沢コーポレーションに限らず、あのセラミックバレーの。 えー、中にいる、えー、仲間たちと、えー、皆さん、ぜひコラボレーションしていただきたいなというふうに思ってますで、えー、世界一の食文化を作るために世界一のたくさんの器の種類、えー、土の種類、えー、これだけの,あの環境が整ったエリアでございますのであの世界中からのオファーをあのお待ちしたいというふうに思ってます、はいまでは伊沢社長ありがとうございましたありがとうございました。